はい、速稼塾の久保です。今日も FX の相場解説をしていきますね。最近はやっぱり調子がいいなと思います。調子が悪い時期もね、たまにあるんですけども、10月は半分ぐらいはちょっと私の愚痴になりましたね。でも結局利益残せて良かったと思います。マイナスになる月がこれでね、3年以上ないかなって思うと、まあまあやれるようになってきたかなってことですよね。そして近々ですね、私はね、ある人に会うことになりました。これはですね、私が常に基本に立ち返ろうと思った時に必ず会う人なんですよ。皆さんもご存知の人です。ぜひね、皆さんもその時にはまた放送しますんでご覧いただければと思います。そうなんですよね、まあ、私の恩人といってもいいですね。私の息子ぐらいの息子じゃないな、年齢差はかなりそのぐらいあるんですけどね、20代の若いイケメンでございます。それでは今日も相場解説をしていきます。11月24日5時39分ですよね。画面切り替えていきましょう。今日は1時間と週足だけ見ますね。まずは1時間足見ますけども、ここでぐーっと売りトレンドがこう来てましたよね。セルで取りまくった後、横ばいが入りました。ぐーっとね、で横ばいの後ブレイクしていくよっていうことだったんですけども、私はね、下にブレイクすることを考えていたんですけども、逆にですね、上の方に来ましたね。上の方にドバーンと。じゃあこの後どうなるかってことなんですよ。一応ですね、大きな上髭を出して陰線ができていまして、その次にまた陰線で陽線3本あるんですけども、まあ上髭が出てきていて、上昇の動きってのは抑えられつつあるかなっていうふうに読み取れます。移動平均線は上にズバーンと抜けてますけども、これね、トレンドの方向に戻るっていつも言うでしょ。じゃあトレンドの方向見ていきましょう。ということで週足を見ます。はい、これが週足ですけども、どうですか。ここにポイントがあって、ここにポイントがあって、ここにポイントがあってっていうのをやりましたよね。もうしつこくやってますよ、これ何年も。こうなるとレジサポ転換が起きるところっていうのが見えてきませんか。で、全体の流れはこうやって売りに向かってるわけですよ。もちろんどっかで買いに転ずるポイントあると思いますよ。でも現時点ではそれが読み取れないので、これは大きな流れは相変わらず売りに向かうというふうに私は思います。しかもここでレジサポ転換の横棒に触れてるでしょ、横棒に。これだから売りに向かうんじゃないですか、というふうに読み取るんで、高い確率でこれはセルに向かいます。もちろんそうならない場合もありますよ。上の方にさらにね、こっから向かっていくこともありますし、たまたまこの一番右側の陽線がまだ長い陽線、大陽線になる可能性もはらんでるんですよ。でもそのリスクを考えてでもセルで入ることが私は肝要だと思いますね。はい、ということでね、今日は11月24日火曜日なんですけども、実際に売りに入るかどうかっていう検討は今日1日かけてしようかと思います。まあね、前回も結構利益を取れてますんで、そんなに焦るようなね、3週間目ではないかなっていうところでもあります。で、4週間目でもないと思いますし、まあちょっといやらしいこと言えば、今年の利益はね、大幅に確保できたんで、無理するほどでもないかなと思います。で、利益が取れてない方はここでちょっと勝負をかけないといけないんで、まあセルで行くのかバイで行くのか慎重に見極めた上でね、もうちょっと陽線が伸びるようだったら、これは倍になる可能性があるんですよ。ただその可能性は極めて低いです。倍になったとしても結局はセルの方向に動き直すと思いますので、それぐらいだったらね、倍でいくぐらいだったらエントリーしないっていう選択が、まあ、賢明だろうなと思って、まあ、今日の相場解説に変えさせていただきます。皆さんはね、どんな相場予測をするでしょうか。それではまた明日よろしくお願いします。